エルナネスこと、アンデルソン・エルナネス・デカルバー・リュアンドラー・デ・リマは、ブラジル・レシフェ出身の元同国代表サッカー選手。サンパウロ FC 所属。ポジションはミッドフィールダー。2001年から、サンパウロ FC のユースチームに所属し、2005年に、トップチームに昇格した。2006から07シーズンに e c んとアンドレーへ、レンタル移籍し、経験を積んだ。 サンパウロでプレーした2008年は、ブラジルリーグ年間最優秀選手にも選出された。2010年8月6日、イタリアの SS ラツオに5年契約で移籍した。ボローニャ FC 戦で PK からセリエ A 初ゴールを記録した。2010年12月3日、インテル戦でフリーキックから得点を記録した。2010から11シーズンは36試合で11得点を記録した。 2014年1月31日、インテルナツヨナールミラノへ4年半契約で移籍。入団会見では、カルチョスキャンダルと無関係なインテルと、インテルの歴史が好きと語った。2月10日の殺走路線で、インテルデビュー。4月2日のリボルの戦では、初得点を挙げ、バック中のゴールパフォーマンスを披露した。移籍直後から、フレディグ・アリンとのポジション争いをリードしていたが、 ワルテル・マッツ・ァーリー監督が解任されロベルト・マンチーニが新監督に就任すると立場が逆転しグアリンがファーストチョイスとなった2015年9月1日ユベントス FC へ3年契約での移籍が決定移籍金は1100万ユーロプラス200万ユーロのボーナス付き背番号はパベル・ネド・ベドラが着用していた11番となった同月15日に行われた UEFA チャンピオンズリーグマンチェスターシティ FC 戦のスタメンに名を連ね、同体開発出場を果たす。当初は4から3から1から2のトップ下での出番が多かったものの、アントニオコンテ時代から慣れ親しんだ3から5から2のフォーメーションを採用することが多くなり、レジスタにコンバートされる。同ポジションは、クラブの象徴をクラウディオ・マルキージオが不動の地位を築いており、 バックアッパーに甘んじる機会が多くなる。2016年2月24日に開催されたバイエルミューンヘントの CL 決勝トーナメント初戦では前半で負傷したマルギージオに代わり0から1とリードされる後半開始から投入される。防戦一方の状況から2から2のドローに持ち込むことに貢献した。第2戦でも引き続きレジスタの位置でスタメン出場。 持ち前のテクニックを活かしたドリブルや左右両足からの正確なパスに加え、果敢なタックルやインターセプト、同方のドーグラスコスタの強烈なミドルシュートを体を張って何度もブロックするなど、ディフェンスラインの前に防波堤を築いた。試合は延長戦の末にから4で敗れたものの120分間集中を切らすことなくプレーし、ユベント追跡以来最も優れたパフォーマンスを見せた。 2015から16シーズン終了後のオフには、中国スーパーリーグやジェノア CFC 等への移籍も噂されたが、長期離脱中のマルキージオの穴を埋めるレジスタが獲得できなかったこともあり、クラブに残留した。2017年2月10日、河北花夏幸福属級クラブへの移籍が正式に決定した。半年後の同年7月、古巣のサンパウロ FC へ、 レンタル遺跡で復帰した。2018年シーズンは中国へ戻ったが、同年12月29日には完全遺跡の形でサンパウロへ再び復帰し3年契約を締結した。2008年3月26日のスウェーデンとの親善試合でブラジル代表デビューを果たした。同年の北京オリンピックではグループ C 初戦。 ベルギー戦の79分にこの試合唯一のゴールを挙げ、勝利に貢献し、銅メダル獲得に貢献。2011年11月10日のガボンとの親善試合で代表初得点を挙げた。2014年に母国ブラジルで開催された FIFA フフワールドカップでは23人の招集メンバーになお、連ねる。初戦となるクロアチア戦の十三分にパウリーニョとの交代で、 同体開発出場を果たす。スタメンとしての出場はなかったものの、3位決定戦のオランダ戦にも出場した。ありがとうございます。